皆さんこんこにちは、TV の川島です。今回は以前に行ったワードのみんなが困ったシリーズの表の2回目を行ってみたいと思います。まだまだご紹介しきれていない機能があったのでそれを紹介したいのとそれからいつも作業している中でこれ知ってるけれども使ってないなっていう機能が多分あると思うんですね。 この利活用をご紹介しますのでぜひこれからの作業に何かのお役に立てていただければいいかなというふうに考えていますでは画面の方をご覧ください現在ご覧いただいているワードの文章は YouTube 初心者のための動画セミナーという文章ですねこれダミーで作ってみました ご覧いただいてわかるようにほとんどが文字列になっていますこのように文字列がほとんどでそしてちょっとだけ表が入るというワードの文章って結構多いんですよねこの場合はワードで作っていただくのがいいかと思いますワードの中にちょっとだけ計算式が入った、えー、決算の報告みたいなねそういうものは入るという表はあるかもしれませんその場合もワードで 表の中に計算式が入れられるというのを前回の動画でも行っていますそちらをご覧いただいてない方はそちらもご覧くださいよく見かけるのは Excel のファイルで、えー、いっぱい文章が入っているのに計算式があるために、えー、Word でなくて Excel で作っているという方結構見かけるんですよねですが印刷物などを考えるとやっぱりワードの方が文章は得意なんですよ なのでこの場合はワードで作っていただくのがいいかなというふうに思います。でワードの文章の中に表を入れてそこで計算式をやるのにワードが持っているあの前回やった計算式ではちょっとなっていう方にはワードでもエクセルを出してエクセルで作ることもできるということがあるんですね。今回はその辺も踏まえて復習がてら 前回ご紹介してない機能もあるので、それを今回ご案内したいと思います。では、一番最後にえカーソルを置いた状態で、ここに表を入れていきたいと思います。この状態を確認したら、え挿入タブを押して、この表の、前回ね、ここでリアルタイムで、このようにマウスを動かしていくと、画面上に表が入りますよ。これでよければ、クリックをすることで表が確定しますよ。 というのをご案内しましまたここで事前にポイントをご案内するんですがこの表のやり方というのは端から端まで均等で列数が変わってもちょっとやってみますねこのように均等で割り付けながらこう入れていくという形になるんですよね。この状態で入れた場合というのは後で列の幅を調整するという作業が入ります。なのでもともと え自分で調整を後からしないで文字列に合わせて、えっと、表を作っていきたいということもよくあるんですよね。この場合は表の挿入からここで文字列の幅に合わせるここにチェックを入れた状態で OK を入れていくとこのようなちっちゃな表ができていきます。この状態で文字を打ってていいただいて 自動的に文字列に合わせて表が大きくなっていくのがわかりますねこんな感じです後から列の幅を 調整するのではなく最初から文字数に合わせたいなという場合はこのように文字列の幅に合わせるにチェックを入れた状態で表を作っていただくというのがいいかと思いますまた前回ではクイック表というのもご案内していますクイックというのは素早くという意味ですのでここにあるようにあらかじめカレンダーとか いろいろなものが用意されていますので、ここから作成を手直しをしながら、調整しながら作っていただくということも可能ということをご案内しています。次にご案内するのは、Excel のワークシートです。まず先に完成した Excel の表をご覧ください。ここにあるのは、まあ、ちっちゃな表になるんですが、合計が入っています。例えば合計ではなくて、平均だったり、 ちょっとした感想を入れたりという時もあるかもしれませんよね。そんな場合はやっぱりワードで計算式を行うのはちょっと厳しかったりします。また前回計算式で行ったように更新をしたい場合ね、例えばえテキスト代がこれ500円なんだけれども1500円だったとした場合に1500って打ち直しても ワードの計算式ではフィールドの更新というのをしなければいけなかったじゃないですか。自動的に反映されるということはないんですよね。そういう意味でもやっぱり Excel の方が計算式は得意ということになりますよね。では、ワードの中に Excel を入れるということがどんなことなのか実際に操作を行ってみたいと思います。まず、表を入れたいところをクリックして、 挿入タブをクリックします。表を選択して、下から2番目の Excel ワークシート、これをクリックします。すると、このように Excel が起動して、画面が Excel に切り替わります。 では、入力をしてみたいと思います。簡単に入力をしてみました。A の列は少し幅が足りないようですので、ここでダブルクリックをして幅を広げておきます。B と C のセルも少し幅を広くしたいと思います。では、ここで合計を出します。 前回合計の動画も出していますので、詳しいことはそちらをご覧ください。では、シグマのマークを押して、合計を出します。オートフィルで引っ張って、もう本当に Excel の画面で操作をしています。前回のように、ワードの計算式で行うのではなく、Excel に慣れている方は、Excel の画面そのままできるようになります。 ただし、ここでちょっとだけポイントがありますので、押さえていきましょう。この状態では、この DEFG の列と、この6行目から10行目まで、これは今回いらないですよね。なので、この Excel の画面上の時に、マウスカーソルをこの状態に確認してから、表示したいところまで、ドラッグをして、 幅を変更します。この6行目から10行目までも今回いりませんので、ここで今度は高さを、マウスポインターを確認して、ドラッグをして、このようにしておきます。表が完成したら、ワードの画面上のこの何もないところでいいと思います。この白いところで一度クリックをすると、 Excel が解除されて、ワードの文章に画面が切り替わります。この状態になったら、もう一度表をクリックした状態で、枠線が出てきます。よく図形と同じ扱いですね、これね。この状態になったら、え例えば中央揃えにするとか、ホーム画面の中央揃えで中央揃えにしたり、それからもう一度クリックをして、 大きさを変更したい場合は、このようにハンドルの形を確認してからドラッグをすることで、表を大きくしたりすることができるようになります。ここで修正を一度やってみたいと思います。テキスト代が1500円だったとします。この状態でまた、この表内でダブルクリックをすると、Excel がまた、このように起動してきます。 そしたら、1500円と打ち直して、エンターを押すと、合計が自動的に切り替わります。前回のワードの計算式で行ったときは、自動的には更新がされなかったじゃないですか。えー、右クリックをして、フィールドの更新、値の更新をしないと、自動的には切り替わってくれない。あれがデメリットなんですよね。 Excel なので SUM 関数以外のその他の関数すべてが行えるのも利点です。またよくあるのが Excel で表を作ってコピーをしてそれを Word に貼り付けるということもあるようです。今回のようなちょっとした表であれば Excel を起動して Word と2つのファイルをわざわざ連携して操作をするような必要はありません。 簡単に表作成するのであれば、ワードの表の挿入から、エクセルのワークシートを使うようにしましょう。最後にちょっと変わった表の使い方を紹介したいと思います。え簡単に紹介しますね。ここに画面にあるのはえ、四角いマスがいくつかあると思うんですが、こういうふうに図形を 並べたりするっていうことよくありますよね。これ実は表なんですね。画面見ていただくとわかるように、これ表ツールが出てるんです。つまり今選択されているのは表ということになります。もう少しこれだとわかりづらいので、これをわざと、えっ、ー、と、表の、えー、線を引いてみますね。そうするとわかりやすくなると思うので、罫線を格子にして選んでみます。 はい。こんな風に表が入っているんですね。この表をどうやって作るのかというのをちょっとやってみますね。では、簡単に作ってみたいと思います。挿入タブから表を選びます。今回は3行3列の表を作ってみます。いつも行う表というのはこんな感じですよね。では、ここで何を行うかというと、まず表全体を選択しておきます。 レイアウトタブをクリックして、このセルの配置です。この配置ってあまり使ったことないなっていう人多いんじゃないかなと思うんですが、ここをクリックしてダイアログボックスが表示されたら、規定のセルの間隔、ここをチェックを入れて、これが普通常はゼロポイントになってるんですね。わかりやすく今度は、 今回は30ポイントにしてみたいと思います。これで OK を押すと、こんな風な表が出来上がってきます。セルの先ほどの間隔というのは、セルとセルのこの間ですね、ここが30ポイントあるということになります。なので、この表自体に先ほどのは色をつけて、え今回はちょっとこんなような 緑の薄い色にしました。そして、セルに色を塗りました。そして、この罫線の色を消しました。ということを枠なしにした。というふうに、まあ、したんですが、この辺はあとは表の自由度があると思いますので、自由にやっていただければいいと思います。例えば、このセルとセルを 結合してみたり変えていただくことは可能だと思いますので、このようにセルの高さを変えたり思うようなものができると思います。線の太さを変えるっていうのがあると思うんですね。線の太さというのは、えデザインタブを開けて、 ここの線の太さになるんですが、線の太さというのは最大6ポイントしかできないんですよね。なので、こんな風にして使う、作るっていうことは、えそもそもできないということになります。線の太さではなくて、今回みたいにここの幅を広くしたい場合は、このセルの今の配置の中から、 この感覚、セルの感覚のポイントを広めてあげるということで、このようなことが実現できるようになります。これ100ポイントとかね、できちゃうんですよね。かなり、まあちょっと変わった表にはなると思うんですが、100とかね、やってもこんな表にすることができます。先ほどのはページ全体に色をつけてみたので、この境がなかった。 余白と表の境がなかったということにはなっているんですがこれを何か作る時の参考に一つ加えていただくといいかなということでご案内しました以上でみんなの悩み表のパート2を終わりにしたいと思います最後までご視聴ありがとうございましたそれではまたごきげんよう